ケチ川は、ロシアのクラスのヤルスク地方及び、トムスク州を流れる川で、西シベリアのタイガオビ川の右支流である。上流部は、大ケチ川の名でも知られる。長さは 1621km、流域面積は94200平方キロメートルで、西シベリア平原の東部を流れる。10月末から11月初めにかけて凍結し、4月末から5月上旬には、溶ける。 主な支流にソチュル川、オルロフカ川、リシツ川、コケチ川、メンデル川、イエロバヤ川、チャチャムガ川などがある。流域には、ケット語を話す、ケット人が住む。帯川から東へ伸びるケチ川は、ロシア人のシベリア横断の重要な水路であった。1596年にはこの地方に進出したコサックが沿岸にケチトリデを築き、流域のケット人に、野策を課した。 19世紀末には、帯川水系のケチ川とエニセイ川水系のオーカス川を結ぶケチカス運河が建設された。この運河によりケチ川は、シベリアの大河である、両水系を結び東西方向の交通を担う、水路となるはずであったが、運河は、水深が浅くて、距離も長く、不便な位置にあり、加えて、都市の大半は凍結しているため、 シベリア鉄道との競争に敗北し1921年に廃止された。ありがとうございます。